はい、こんばんは。新州読書会の宮沢です。今日はちょっと早めの時間にツイキャスト YouTube ライブをやっていきたいと思います。突然ですいません、告知がさっきなっちゃったんであんまり皆さん来ないと思いますけどもよろしくお願いします。今日は仮想通貨の話をしようかなと思ってます。あ、さくらさん、こんばんは。あ、先に告知なんですけども、メルマガ登録ですね、募集してますんで、よろしければ、YouTube でお聞きの方は、説明欄のところから、ご登録いただければありがたいです。あと、Amazon 楽天のリンク貼ってあります。一度踏んでいただいて、お買い物していただきますと、当読書会に、紹介料が入りますんで、よろしければご協力ください。お願いいたします。今日お話ししたいのは、あ、デュシャンさん、ユキ、ありがとうございます。あ、今日、あ、さっきね、岡山読書会のユキさんも3時からやっておられました。私ちょっと出かけてまして、今録画で聞いてたんですけど、葵の上の話をされてて、あれ面白いですね。私も最近読んだんですが、葵の上の牛舎ね、なんか見に行くんですよ、踊りを。で、牛舎がぶつかって壊れたとか言ってね、なんか乱闘みたいになるんですね。乱闘みたいになって六条の御息所が怒ってね、呪い殺すって話があるんですけども、私あれ高校時代読みましたよ。そういえばなんかテストかなんか出て思い出して、今読むとすごい面白いのに、なんで高校時代なんだこの話と思って、全然前後のつながりが分かんないから全然面白くなかったんですけど、今読むといや、ヤンキーですよね。なんか牛舎っていうかね、なんかバニングっていう車ありますよね。ピカチュウのバニングで来て、なんかピカチュウの角が折れたって言って、なんかお付きの者同士乱闘になるみたいな話ですよね。で、自分のパニングが壊れたって言ってね、もうメンチ切り合ってね、ガチガチになってるっていうね。で、絶対あの女殺すって思ったんですね。私恥かかされたって、絶対許さないって言ってね、なんか出てくるって話ですね。六条の御息所って人はなんかすごい力があるんですね。自分でも知らないうちに人の枕元に出すっていうね、自分で自分が怖いみたいなあのシーンなかなかの見せ場ですね。そうですよね。あ、なんかあの映画とかにするとすごいいいシーンですよね。で、結局ね、あの人なんかあれですよね、伊勢神宮に行くんですよね。あんまり自分が罪深いから、なんか娘連れて伊勢神宮かなんか行って、でも結局なんかもうそのまま死んじゃうみたいなね、話になってますよね。全然私読んでないんですよ。3分で読む源氏物語で先だけどんどん読んでって、私最近は折口信夫の何でしたっけ、反省の文学源氏物語ってエッセイがあって、それ読んだらすごいいいこと書いてあって、もうびっくりしましたよ。この前のね、読書会でもちょっと引いたんですけども、だから源氏っていうのは神に近づこうとしてる人間なんだと。で、なんか結局自分が若い頃女の人にたくさん手出したことによって、で、不幸にしたケースもあるし、その因果が巡ってね、自分の息子とかに巡ってくるってことを経験すると反省するんだと。40ぐらいになっていろいろ昔作った罪、過ちに気づくっていう話になると。で、過ちに気づいて、神に近づいていくと、一段一段人間から神に近づいていくみたいな、そういう話なんだって書いてあったんですね。これすげえこと書いてあるなと思って、ほとんどクリスチャンみたいなこと書いてるなと思って、びっくりしました。私もまだ途中までしか読んでないんで、ちゃんと、現代語訳で読んで、また解説していきたいなと思います。醜い心の中は人に見せたくないのに、それが離脱して怨霊として現れてしまう六条の休んどころは気の毒に思います。そうなんですよ。自分で自分の気持ちが分かんないんですよね。多分結構そんなね、
自分で自分の気持ちを抑えられるぐらいの人だとは思うんですよ。だけどもうその醜い心が人のところに飛んでっちゃうんですね、自分が知らないうちにね。すごいこと書いてますよね。 そんな人いそうだなと思って、なんかリアリティがあるなとは私は思いますけどね。まあそれがね、ちゃんと伏線になってるんですよね。私もよく分かんなかったんですけども、全部伏線になって、その六条の御息所の娘だかね、のにも関わってくる話になってるんですね。ということでした。ちょっとね、質問いくつかもらってたんで、私まあ今日ブログにも書いたんですけども、まあ、ちょっと一個気になる質問があって、まあ、どなたからいただいた質問かわかんないですけど、宮沢さんが私的に考える頭の良さとは何ですかっていう質問があったんですよ。で、その頭の良さっていうことについて私そんなに考えたことなかったんで 今の、多分若い人からもらったんだと思うんですね。今の人って結構頭の良さっていうものに関して考えるのかなっていうのをちょっと思って、なんだろうな、私頭の良さって、その受験勉強のできるできないっていうのは考えたことありますけども、頭の良さっていうのは何のことを指してるのかがよく分かんないっていうか、こういう質問が来ること自体がこれどういうことなんだろうってね、ちょっとね、結構カルチャーショック受けたんですよ。ね、なんだろうな、今のもしかしてですよ、結構競争が若い人の中で激しいのかなと思って、そのお互いマウンティングし合うみたいな、結構世知辛い、人がっていうか若い人たちが多いのかなっていう気がしました。で、だからまあ私はまあね、今年40ですけど、学生時代そんなにその人と、まあね、その受験勉強でありますけども、その大学に入ってから、私は20代ですか？私の質問ではありません。聞いてない。そうなんですか。ジュシャンさん20代だったんですか。なんか落ち着いておられるんで、同じぐらいの年だと思ってましたけど。まあ、頭の良さっていうのは、だからやっぱりね、競争が激しいんだなと思って、今の若年層、ハイティーン、20代の人、すげえ競争して、世知辛いのかなって、ちょっとふと思って、なんかちょっとね、苦しい気持ちになったんですよね。だから、まあ、でも私がそう思っただけで、他の人はそう思わないのかもしれないですけど、なんかこう、戦って勝っていかなきゃいけないっていう、その競争原理っていうのがすごい働いてる世の中なのかなと思って、なんかそのすぐ結果出さなきゃいけないとか、そういう気持ちに、強迫観念としてあるような気がしたんですよ、頭の良さって言葉を見た時にね。と思いました。だからまあ、なんか頭の良さに関してなんかこう、私はちょっとね、私はちょっとその答えは出せないんで、まあ、適材適所で生きていけばいいんじゃないかとしか言いようがないんですけども、まあ、ブログに書いたのはね、何も美味しいラーメン屋だけは流行るわけじゃないんで、そこそこのね、固有名あげらら、後楽園のラーメンなんか別にうまくもなんともないじゃないですか。でもまあ、まずいってわけでもないんですけど、まあ人によっちゃうまくないとは言うかもしれないですけど、別に食べられないもんではないですよね。で、別にラーメン食べたいなと思って、後楽園しかなかったら後楽園でラーメン食べると思うんですね。そう、後楽園とか何、ハイディ日高とかですよ。チェーン店のとこですね。で、とんでもなく、そのなんかこう、こだわりの店主がいて、1時間行列作って食べるようなラーメンもありますけども、もう儲かってるラーメン屋って基本的にその、ハイディ日高グループとかね、後楽園とかが儲かってんだと思うんですね。で、まあ本当にこだわってるラーメン屋さんからすればですよ、あんなのラーメンじゃないって言うのかもしれないですけども、まあそのぐらいのもんがちょうど一番
受けるっていうか、結局ね、大きくなっていく、チェーン展開していく上ではそこそこの味でさっさと出てきて、ね、まあ、ちょい飲みもできるとかちょい飲みっていうかちょっとお酒も飲めるみたいな店が流行ってるってことですね。で、私はなんかそういうものの方が世の中に需要があるからまあそのなんだろうな、その頭の良さっていうのはなんか天才っていうものが必要なのかっていうことですね、世の中にね。なんか天才って私不幸な気がするんですよ、なんかね、すごい才能があるっていうのはなんか苦しいことなんじゃないかってちょっとまあ思うんですけども、でも今やっぱ競争が激しいから、なんかその自分自身に特別な才能があるとか、その頭の良さとかね、そのなんか芸術的センスとか、なんかそういうものがまあ あってほしいっていう切実な願望がある人が多いのか、多いのかなと思うところもあるし、どうなんですかね。まあちょっとなんて言っていいか、私のちょっと想像を超える質問だったんで、まあね、私はその、人の心がの動きが分かる才能っていうのはこれ結構得意な才能だと思うんですよ。例えばね、私だから小説が好きだから、こうすれば人が感動するっていうのは結構深い部分で分かって書いてたりすると、まあなんか心のことは分かんだなって、まあ作家とかねに関しては思いますけども、まあ普通に働いててもその人間関係、まあ見抜く力がある人とか、まあ女性によくあるのはその直感が働くっていうか、あ一発で人のこと見抜く人とかね、まあ、もちろんいますからまあそういう人はまあすごいっていうか、まあすごいなと思いますね。まあその直感で見抜くだけはそんなにすごくないんですけども、なんだろうな、それをね実際に生かしてまあ自分の商売につなげてるとか、そういう人はまあすごいなと思います。でもそういう人って別にね、そのとりわけ学歴がいいとかね、なんかそういうわけでもない、お受験的な頭の良さと別のところでそういう能力があって、それを生かしてまあその人しかできないことをやってるっていうケースが、まあ、私はねいくつか見たんで、あそれはすげえなと思いましたけどね。まあ逆に言えばね、そのお受験的なそのセンター試験でね780点取りましたとかなんかすごい勉強ができる人っていうのを見たことあるんですけど、そういう人にはね別にそんなに、あなんかその受験の中ではすげえんだなと、でもなんかそんなに魅力があるっていう感じはなかった。多分でもすごい勉強そんなにしなくても頭に入ってくるんでしょうね。そういう人はまあ結構見ましたけども、まあでも話してると結構普通ですしね。なんか藤井聡太さんみたいなもんですよ。なんか将棋はめちゃめちゃ強いけど普通の中学生みたいなね喋ってることはね、まあそういう人はまあそういう人もいるよなって感じですけども、まあ頭がいいんだろうなと、頭がいいんだろうな、なんか特別なところはなんかすごい才能があるんだろうなと思いますけども、まあね、人の心の動きが分かるっていうのはね、結構恐ろしいっていうかね、自分の心の動きとか見抜かれてると思うとね、ちょっと見抜かれてさらに改善点まで提案されるとかいうことになるとちょっとビビりますよね。そういうことはありますけどね。まあそんな答えでしたなんかね、もうちょっとねうまく説明できないんですけど、ちょっと今日頭が疲れてんのと、ちょっと お酒飲んで喋ってんであんまり単なる締まりのない話になると思いますけども、まあそんな感じですかね。あとそっか、
芥川賞やノーベル賞が毎回必ず誰かに授与されていることについてどう思いますか。賞自体の価値が下がってしまいますし、本当に良いものに注目が集まらなくなってしまうと思いますという質問をいただいたんですね。で一応ね、お答えの方は本当にいいことっていうのは、骨董のこと前、なんか川端康成が持ってる骨董のこと BS でやっててね、で本当にいい骨董品っていうのは人を選んで、持ち主を選んで残るって、なんか骨董屋の人が言ってたんですよ。そりゃそうだなと思って。で本当にいい作品だったら、別に自分から残ろうとしなくても残っていくと、何十年無視されても残るんじゃないかなとは私は思うんですね。だからまあ作品で一回ね、作家からの手から離れるやね、それがなんか別の意味を持って、ね、その作家の人が意図して書いたことじゃないところで受け取られていくってことがあるんで、まあ別に、まあ手を離れてしまえば残るか残らないかは作品自体の力がまああるような気がするんですね。でまあ芥川賞とかノーベル賞っていうのは毎回誰かに授与されること、興味が話題になってれば芥川賞の作品も読みますし、まあ、ベストセラーでもね話題になってればまあなんかパラパラめくって読んでやみますけども、まあでも話題作りっていうのもありますしね、ノーベル賞っていうのはまた政治的に与えてる部分もあるんで、まあ、とりわけね、ノーベル賞の作家だけ読みたいとかも思いませんし、まあ、ノーベル賞取ってなくても素晴らしい作家いるから、賞自体の価値がどうだとかね、日本の文学賞、谷崎潤一郎賞とかね、川端康成賞とかありますけど、で毎年出してるわけですね。最近なんか誰が取ってんだか知らないですけども、まあ、本当に良いもの、本当に良いものに注目が集まらなくなってしまうっていうのは、本当に良いものがでも本当にあるのかっていう問題もねありますけどね、というのはありますね。まあ何が言いたいかっていうと、まあ文学って必要なのかっていう問題ですよね。いらないのかもしれないですよね。でも古典って残ってんですよ。だってホメロスとかオデュッセイア、ホメロスの書いたねイリアスとかオデュッセイアとか、こんな2000年以上残ってるわけですよね、まあ、ギリシア悲劇とかにしてもね。で残そうと思って残ってるわけじゃないですね。作品に力があるから残ってるだと思うんですね。でそれ以外にもたくさん書かれてはいるんでしょうけど、そっちの方はまあ失われてるわけですよね。でまあそれは偶然残ったケースもあるかもしれないですけども、まあなんだろうな、でも今文学は本当に必要なのかっていう問題がね、いらねえんじゃねえのかっていう気も しますけどね。まあ読んで面白いってのありますよ。で読書会やってみんなで読んで、あこういう読み方もあるんだとか、まあそういうことに気づくっていう楽しみはまああるとは思うんですけども、なんか文学だけがなんか特別なもんだっていう思い込みっていうのは良くないような気がするんですよね。それがまた文学をダメにするっていうか、まあ私も以前もお話ししたんですけど、そのヨーロッパでいうと詩が一番、ポエムですよね、ポエムが一番価値があるんですね。2番目が戯曲ですよ。で3番目が小説で、まあとりわけ小説なんか近代になって読まれるようになっただけなんで、いい小説っていうのは別にここ200年ぐらいの話 だと思うんですね。小説がいいって言われだしたのはここ 200年ぐらいですよ。日本でなんか小説なんか書いてあるのね、ここ100年ぐらいですよね。100年ってことないか、120、30年ですよね、原文一致で小説書いたなんて。でまあなんていうか、そんなに歴史のあるもんでもないし、だって日本のまあ源氏物語みたいなその物語ありますけど、基本的には和歌とかね、俳句とかね、ああいうのもあるから、まあ小説だけが全てもでもないし、まあノーベル賞もね詩人とかが取ってるケースがあるんで、オーブラザーという映画がオデュッセイアを下敷きにした作品だと聞いたときは読んでおけばよかったなと思いました。そうですね、私もオデュッセイアなんて読んでないですけどね、まあ一応持ってはいる岩波文庫では持ってますけどね、読んでないですけどね、
まあね、もちろんあれですよね、ユリシーズとかね、ジェームス・ジョイスもね、あの、オデュッセイが下敷きになってますよね。まあ、いずれ読書会かなんかでは使わないと読まないですよね。まあ、それはありますけども。まあ、だからなんだろうな、別に文学自体がすごいかっていうと、まあ、そこから疑わないといけないっていうことは思いますね。私、その考え方を知ったのは、近代日本の批評っていうね、本にね、やっぱ文学批判をした方がいいと。文学より哲学の方が上じゃないかって話をしてたんですね。文学と哲学がこう対立関係にあった方がいいんじゃないかとか、そういう話をね、まあ、原谷公人さんとか蓮見茂彦さんがしてたんで、まあ、それは確かにそうだなと思うんですね。日本だとなんかね、文学の価値がすごい、とりわけ小説の価値がなんか高いんですよね。で、まあ、その状態が、まあ、日本独自のものだっていうのもあるし、だってイスラム圏に行きゃ小説なんかないんですよ、おそらくね。だってコーランが一番大切だからね。という気がするんで、何もその小説読むっていうのは結構特殊な文化圏のような 文化圏、実はそうだっていうことですね。だと思いますけども、ということでした。あとは「君の名は」の音声が面白かったです。文学以外にも難解なフランス映画などの解説も聞いてみたいですってことですね。 難解なフランス映画って思うと、まあ私ね、ジャンルック・ゴダールぐらいしか思いつかないんで、まあ、最近はね、最近の映画はもうちょっと追っかけてないんで、まあ、学生時代はね、結構、まあまあ、僕の時はビデオでしたけども、まあ、映画館にもたまには行きましたけども、まあ借りてね、見て、無理して見てましたけども。ゴダールの解説聞きたいです。あ、そうですか。まあ、何で解説したらいいんですかね。まあ、私、ゴダールの作品で、まあ、昔ね、まあ、ビデオで、まあ、今、ビデオデッキがないから見れないですけど、ビデオで持ってたんですね。女と男のいるほどっていうのを持ってましたけどね。結構ね、引用とかあるんですよね。なんか、あと哲学者とか急に出てきて喋り出すとかね。ソーシャリズムって結構最近のやつですよね。すごいの見てるんですね。あ、ちょっと、あれでも、ツタヤとかで借りられるんですかね。近代日本の批評を宮沢さんの影響で読んでみたのですが、何を言ってるかほとんどわからなかったです。吉本隆明がルサンチマンをルサンチマンと間違えたって話しか 残りませんでした。吉本さんのことボロクソに言ってますよね。私あれ読んで吉本さんのことダメだと思ってたんですよ。でも私大学の先生に聞いたら、吉本の方が唐谷より全然上だって言って、本当かよって思ってたんですけど、今思うと、吉本さんはすごいですよ。すごい。何がすごいかっていうと、やっぱね、オリジナルだと思いますよ。近代日本の批評の中ではね、てにをはがなってないとかね、浅田彰さん、ボロクソに言ってますけど、みんなでね。私、今読むと吉本さんの本の方が全然、オリジナルだし、すごいなと思いますよ。で、そのルサンチマンをね、ルサンチマンって、だからフランス語みたいに読んだってことですよね。 ルサンチマン、まあそんなことは別に、なんか揚げ足取りみたいなことで、私にとってはどうでもいいんですけど、まあでもね、人間として尊敬されてますよね。ずっと自分で雑誌出してたんですね、思考とかいう雑誌ね。まあそれもすごいと思いますし、まあ、あとね、その過激派の学生と一生懸命1対1で話し合うとかね、面倒見がいいっていうか、面倒見っていうか、なんか面倒見るってあれでもないんですけども、まあ人間として素晴らしいと思いますよ。なんか嘘つかない人ですよね。私は他の人そんなに尊敬できないですもんね。吉本隆明さんって本当に人格者だと思いますよ、おそらく。そんな気が今になって40近くになって、まあ、30過ぎてから分かりましたけども、なんか人間的な凄さが思いますけどね。なんかだから、その書いてることが難しいとか、まあ、なんかね、むちゃくちゃルサンチマンだっていうとか、まあ、そういうこと言う人いますけど、
私は持ってる本、まあ、たまに読み直すと、いいこと、すげえいいこと書いてるんだ。それもオリジナルだし、まあ、あと結構ね、すごい論争してますしね、たくさんの人とね。だから、まあね、花抱きホテルと論争してたりね、罵倒し合ってるだけなんですけども。あとはね、丸山正雄論もね、まあ、パラパラ読んだんですけど、まあ、いいこと書いてありますよ。これは、唐谷浩人さんよりは全然私、いいと思いますけど。なんであんなボロクソに言ってんだか なんか個人的な恨みがあるっていうか、まあ、なんでしょうね。葬り去ろうとしたんでしょうね。江藤潤さんのこともボロクソにあそこで書かれてますけど。私はなんか批評君関係の人はあんまり好きじゃな、だんだん私の中で評価が下がっていってんで、まあいいと思いますけど。まあなんかね、せっかく私の影響で買っていただいたんですね。結構高い本ですよね。ルサンさんも買ってくれたんですか。近代日本の3冊。小屋のさんもボロクソに言ってた気がしますね。自分で読んでみないと実際の良さとかわからないですね。そうですね。だから結構ね、ボロクソにみんな言ってるんですけども、でもだんだん分かってくるっていうのもあるかもしれないですよ。だって吉本さんって別に大学にとかにいたわけじゃないんですよ。筆、文章だけで食ってた人ですからね。だからファンがいるんですよ。で、私はその大学の先生、ブルガーコフとか訳してる水野忠男先生っていう人がいたんですよ。で、まあ前もね、音声の中で話したんですけど、まあ、吉本はすごいと。俺は大学時代だから、全共闘っていうか、安保闘争やってた頃ですよね、多分1936年ぐらいの生まれですからね、確か。大学にいた時に吉本隆明の本が出れば発売日に買ったと。で、買って、だから授業中読もうと思って座ってたら、隣のやつも買って持ってたって、みんな買ってたと。買って、その読んでたって言うんですよ、大学の隣の席のやつが で、そのぐらい読まれてたってことです、一時ね。で、そのぐらい影響力があったらしいんですね。で、私はそういうことを聞かないと、私はその、なんか自分がね、なんか読んでて、隣で同じ本読んでるなんて、発売日ですよ。そんな経験したことないから、そんなに読まれてるってすごくないですか？学生にね。だって今学生に読まれてる人なんかいます？なんか、まあそれは文学部だけの話になっちゃうかもしれないですけど、なんか発売と同時に買ってね、俺も買ったんだ、俺も買ったんだってみんなね、リュックの中から出し合って見せる、まあ、漫画本でもいいですけど、漫画本でもね、CD でもいいですけど、まあ、あんまりないですよね。まあ、それは君の名はを、ね、公開当日に見に行くとか あるかもしれないですけど、シン・ゴジラとかね。だけどなんかそういう熱い同時代体験が、吉本隆さんに対してそう、みんなあった、みんなあって、やっぱ3000人ぐらいはこのずっと買ってる、出せば本買う人がいたらしいんですね。だからやっぱほら、基本的にはあれじゃないですか、どれだけファンがいるかじゃないですか。吉本信者の人がいたんですよ、おそらくね。で、多分吉本隆明さんを非難する人っていうのは、吉本隆明さんとその信者の 3000人ぐらいがすごい嫌だったんじゃないですかね。だと思いますよ。ということじゃないですかね。なんか固まってて嫌だったんじゃないですか。今はネットの影響か、興味の対象が個人ごとにタコ壺化している感じがします。そうですよね。だからこの、みんなで盛り上がるっていうのが、なんか、ないですよね。今日は さっき YouTube で、昨日か、YouTube で竹原ピストルさんの、ライブイン和歌山って曲を初めて聞いたんですよ、テレビでやってて。本能寺っていう、なんかお笑い番組で、竹原さんが出てきて、歌ってたんですよ、2曲。紅白で歌った、
よそこのわけの俺の言うことを聞いてくれっていうあのワンナップの歌と、もう一個ね、なんかライブイン和歌山っていう、すごい曲だったんですよ。私聞いてすごい度肝を抜かれて、なんか、精神病の話を歌ってる曲だったんですね。なんか本当に実際にあった話らしくて、すげえ曲だなと、こんなテレビで歌っていいんだと思って、びっくりしたんですよ。で、何が言いたかったのかっていうと、まあ、サビの部分がですよ。薬漬けでも生きろ、薬漬けでも生きろ、とかいう曲だったんですね。ですごい、パワーのある言葉だなと思って。現代版友川一樹。あね、友川一樹さんとちょっと違うんです。もうちょっとね、あれはね、なんか寺山修司の世界みたいになっちゃうんで、ちょっと違うんですけども。宮沢さんは歌が上手いですが、ギターは弾かれません。歌は上手くはないですけどね。ギターは学生時代って高校時代弾いてましたけど、今はもう弾かないですけど。まあ今弾こうとも思わないですけどね。もういい、今から練習してもね、めんどくさいですよね。まあ似てますよね。でもあんま、そこまで世界観作ってなくないですか？友川一樹さんってやっぱ世界観作っちゃってますよね。ワールド。あんまりでも、なんで竹原ピストルさんが好きなのかっていうと、だからなんかね、年間250公演ぐらいライブ活動してたらしいんですね。で、さっきね、なんかネットで調べたら、お笑いじゃない、音楽ナタリーってなんかサイトがあるんじゃないですか。あそこにインタビューが載ってて、読んでたら、それでも3年、2年前ぐらいのインタビューだったのかな。その5年前にソロになったら、全然お客さんがいなくて、自分とお客さんしかいない時があったって言ってたんですね。で、結構そんな中で、30代半ばぐらいになってですよ。なんか、ライブ行っても、やっぱ一桁しかいないっていうか、落語で言うつ離れしてないっていうやつですね。一つ二つ、塔からつが離れるんですね。一つ二つ三つ、四つ五つ、六つ七つ八つ、つ。十からつが離れるっていうんですけど、つ離れしてない状態で、ずっとライブしてたんですって。で、それを読んだ時に、で、5年、まあ8年ぐらいかけてですよ、紅白出るまで行ったんですよね。だから、すごいなと思って、思ってたんですよ。で、まあ、お客さんに対して歌ってるから、もう一人一人のお客さんに対して歌ってるっていうんですね。で、ライブ・イン・和歌山っていう曲もそういうお客さんがいたと。俺精神病なんですって言って喋りかけてくるお客さんがいて、まあ、そのお客さん、本当にいたお客さんに対して、その人に向けたメッセージを曲にして、和歌山にのライブにいつも来てくれるから、来年も再来年も来てくれっていう曲なんですね。で、まあ、そういうのがね、ずっとやってれば、何ですか、なんかこう、受け入れられていくっていうかね、みんな、まあね、紅白出るぐらいになるんだなと思って、まあ本人のその音楽的な才能とかもメッセージ性はあると思いますけども、まあほら、結構双方向で成り立ってんじゃないですか、それって。ファンと歌手との。友川一樹さんとはどっちかっていうと、まあ、私そんなたくさん聞いてるわけじゃないですけど、YouTube で見た限りでは、結構もうその友川さんのワールドがあって、それに引き寄せられていくっていう感じだと思うんですね。という意味では、まあ、友川さんを見に行くっていう感じですよね。でもなんか竹原ピストルさんっていうのは、こういう歌手と聴き手のなんかもうちょっとコミュニケーションが、温かいコミュニケーションっていうか、まあだからさっきのその頭の良さとか、そういう頭の良さは何ですかとかいう話って、こう競争し合う原理じゃないですか。競争原理のように聞こえたんですよ。頭の良さはどう思いますかっていうと。で、その竹原ピストルさんっていうのは、どうしようもねえやつだけど、俺のライブに毎年来てくれみたいな、結構そういうスタンスじゃないですか。で、どっちがいいってわけじゃないんですよ。まあ、だって私たちの生きてる社会はほとんど競争原理だから、
マウンティングし合って結構世知辛いとは思うんですよね。でも音楽ってほら別にマウンティングし合うもんじゃないし、なんかまあ友川さんの歌もいいんですけども、すごいメッセージ性があるっていうかね、まあ、言葉に力がありますけども、竹原さんの歌はもうちょっとなんかこう、何ですかね、辛い下積みの人に優しいっていうか、だって本人が下積みっていうかね、だって普通の喫茶店とかでライブやってんですから、もうすでにライブハウスじゃないようなとこでやってるのを、なんか NHK で見ましたけども、ああいうことやりながら、こう、ファンを作っていくってことが、まあ私はそのね、すごいなと思って、私なんか地元の読書会だってね、毎週やっててどんどん嫌になってきて、開店休業みたいなことになっちゃったんで、なんか、もっとね、そこら中にね、行けばいいんですよね。読書会しながらね、全国津々浦々回るぐらいの根性があればいいんですけど、なんかやっぱそういうことはできない、なんかちっちゃなクソみたいなプライドがあるから やらないんですよね。で、それが僕のダメなとこだなと思って、竹原ピストルさん見ると思いますね。だからすげえ人だなと、腰も低いし、誰でも受け入れてくれる感じがして良いなと思いましたってコメントいただきました。そうですよね。だからすごい、まあ目線が低いっていうか、なんか、まあ、なんだろう。聞いて励まされるっていうかね。別にね、その頑張ろうっていう歌でもないと思うんですね。なんか、なんかもうちょっとなんか、世の中ってしょうもない人がいっぱいいるよなっていう部分で歌ってる感じがするんですね。だって、よそこのわけの俺の言うことを聞いてくれ、俺を含め誰の言うことも聞くなよっていうことですね。俺のことも含めて聞くなって言ってるわけですよね。だ俺もしょうもない人間だから、俺のことなんか聞くなって言ってる、結構複雑なこと言ってるんですね。だからなんかこの微妙な距離感がありますよね。まあ慣れ合ってるわけでもないし、それぞれいてくれて、なんかそれぞれの思いの中で感じてくれて帰ってくれればいいっていうスタンスじゃないですか。それはなんか新しいなと思いますよね。それをなんか意識的にこうやってると、だからそのなんだろうな、そんなにこう長渕剛さんとか A ちゃんとかみたいに、そのあれもまあ一種のワールドを作ってますよね。まあ、今までのアーティストって、まあそのどんどんね、ドームツアーやるとか、そういうアーティストってなると、ある程度のその自己演出っていうか、まあ夢を与えるっていうか、そういうとこあるんじゃないですか。で、さらに、まあ説教臭いっていうのも 長渕さんだとちょっと説教臭い部分が、あるんですけども、ああ、説教臭いって言っちゃいけないのか。なんかこの世の中を憂えるみたいな、とこありますよね。ってとこあるんだと思うんですよ。あと背中で見せるとかね。で、そういうのでもないですよね。もうちょっとそれぞれ、なんかみんな孤独だから孤独な人が集まって、一瞬だけでも俺の歌聞いてくださいみたいな。で、もうなんか現地解散してくださいみたいな 感じのスタンスが、まあなんか今っぽいっていうか、なんかしっくりくんだと。なんか押し付けがましさもないし。と思いましたけどね。押し付けがましくないけど誰でも受け入れてくれるみたいな感じしません 私だけか 私だけかしら わかんないですけど、んなこと思いましたけどね。まあ、なんだろうな、私もほらこの毎日ね、この今日はちょっと早い時間でやってますけども、やっぱ12時とか過ぎてくると、なんか来る人が濃い感じがするんで、こうね、わかるんですよ、なんかね、やってると。これ録音しててもわかるんですけど、どういう人が聞いてんのかって、なんかうっすら生き霊が飛んでくるっていうか、生き霊は僕の方が飛ばしてるのかもしれないですけども、なんかね、どういう人が聞いてて、どういう気持ちで聞いてんのか、まあ、全部は分かんないですよ。でもちょっと分かる部分があるんですよ。で、それに対してこう、話すことも変えるし、
話し方も変えるみたいなところがあるんで、でやっぱ竹原ピストルさんのを見てるとやっぱそういうこと感じながら、まあ、表現してずっとなんかライブ活動してきたのかなと思って、でもなんか面倒くさい人とかも来るだろうしなんか冷たくしちゃうこともあるのかもしれないし、まあなんかね結局結構その5年ぐらいずっと追いかけてきてくれた人はね、もうテレビに出るようになったらもう泣いてたとかね、そういうこともなんか書いてありましたけども、ああそういうもんだろうなと、なんかファンともどもこう成長していくみたいなね感じがまあ珍しいなと思いますよね。だって今なんかプロモーションありきじゃないですか、テレビに出てくるあの人たちって、なんかもうこういう感じで行きましょうみたいな、もうなんか大勢の人がですよ、大勢の大人の人たちがもう曲もね自分で作詞作曲して、なんかそんなもうこういう感じでとか、なんかもうパッケージ化されてる感があるんですよねでもファンの方がもうこれを求めてるだろうって感じで、なんか当ててくる感があるんですよ。でそれが悪いってわけじゃないですよ、それでもやっぱヒットするさせる力があるプロデューサーとかいるわけですよね。だからあのなんだろう、セカオワとかね、セカオワっていうのはすごい人気なんじゃないですか。やっぱりね今のその若者の心をつかむものを表現してると思うんですね。私にはちょっとよくわかんないんですけども、でもよくないとは思わないですよ。で、なんか女性が一人でね、なんか出産するから育休取りますみたいなスタンスでやってて、まあ、なんかそれはそれですごい配慮の行き届いたなんかねグループじゃないですか。そういうのは思いますよね。なんかまあグループでやってるからそういうのか、まあソロとねグループでやってるのは違いますけどね。グループでやってるとそれぞれの人に感情移入してもらえばいいから、まあ、結構楽ですよね。でソロでやってるととりわけ男性ソロって大変ですよ。なんかだってもうその人にぞっこんハマってる人が来ちゃうんですからで同じような曲歌ってればもうずっとそれじゃないですか。もうワールドになっていっちゃいますよね。それはもう A ちゃんとかね、矢沢永吉さんとか長渕さんとかだってもう、まあ、それは吉田拓郎さんとかみんなそうかもしれないですけど、なんかこう煮詰まってくるっていうか、ファンの方も煮詰まってくるし、やってる方も煮詰まってきてる人たちに新しい全く違う曲投げるわけにいかないから、なんかこうファンの人が求めてるところに曲作っていかなきゃいけないじゃないですか。でそれでなんかずっとマンネリじゃなくやるとしたら結構大変なことだと思うんですね。だから私もほら個人名でやってるわけじゃないんで、私一周読書会って言って団体名でやってるから、なんかあたかもなんか5、6人いるのかみたいな感じでやってるから、これ個人名でやってるとね全部個人に来るわけじゃないですかね。そうするとほらなんかどんどん煮詰まって濃縮されてきちゃうみたいなね感じがしません。なんかその昔よく飲んでたパックに入ってるねオレンジジュースみたいなね、果汁 3% みたいなのがね、まあ世の中大体その果汁 3% ぐらいでねやってんのにすごいもうなんか粒々入りみたいなね、果汁 100% の上粒々入りみたいになっちゃうと、まあ男性ソロでやってるとそうなっちゃいますよね。そうするともう喉越しが悪いっていうか、もう一元さんの人はもうね癖がすごいんじゃって話になっちゃいますよね。喉に通っていかないって話になっちゃうんで、まあなんていうかそういうことを、まあ、見ながら感じるんですね。どういう人が俺この曲聴いてんのかなとか思いますよね。でもほらやっぱり一番コアなファンが最後までついてきてくれるから、だってドナルド・トランプを支持してる3割ぐらいはいるっていうんですね。そのラストベルトにいるその白人中産没落しかかってる白人中産階級みたいな人はドナルド・トランプ応援してるわけですね。それはもうなんかプロレスに出てる頃とかね、アプレンティスに出てる頃から応援してるんでしょうけども、ずっと長いことね応援してる人たちが岩盤の部分が多分何割かいて
それ以下の支持率には下がらないってことですね。だから 30% 以下には下がらないってことですね。 30% はもう固いファンがドナルド・トランプだっているわけですよ。でなんかね、ソロアーティストっていうのは大体その辺岩盤のねファンがいるわけですね。だってジャニーズとかもそうじゃないですか。スマップのファンってスマップとともにもうとなんかね年齢を重ねていくってことですね。今のね10代20代の人はスマップのファンってまあいるとは思いますけど、そんな多数派じゃないですよね。どっちかというともうスマップがデビューした頃からずっと一緒になんか見守ってきたみたいな人たちがコアなファンで、そういう人たちがコンサートに行くとね6割ぐらい6、7割いるんじゃないですかね。そんなこと思いますけどね。まあだからなんだろうな、まあ私もほらまあこうやって生で喋ってる時もあるし、まあブログ書いたりねツイッターやる時もある程度こういう人たちにっていうのはまあちょっと考えますよね。あのでも YouTube のアクセス解析を見ると私の音声を聞いてる人はもう明らかに45から55の人なんですよ。それも男性なんですよ。だからなんか結構コメントいただくのは女性が多いですけど、圧倒的に8割男性なんでコメントくれる方は女性なんですよ、ほとんどね。だけどそのツイキャス読書会に感想文書いてくれる方もですよ。だけど実際のコアなファン層はっていうか私の音声じっと聞いてくれてる人は35から54ですよ。これはもう多分パッと見6割ぐらい女性は、男女比率が8対2なんで、で8の中の男性のまあそのうちの半分は35から54の人なんですね、ということになってますよ。だけどその方たちはもう全然声をかけてメールも別に送ってくるわけじゃないし、じっと聞いて黙って遠くで後ろの方でなんか眺めててくれるみたいな感じですけどね。だからねだからまあね、コメントくれるのはまあ女性とか20代の方が多いですけど、大学生とかね、だからそういうのを後ろの方で見ててくださる35から54のコアなファン層が後ろの方に立ってんですよみんなそう思ってまあ今も音声も聞いてくださってる方も多分まあコメントくださってる方なんでまあ 4、5 人ですけども、あとまあおそらくまあ40人ぐらい聞いてるとしても30人ぐらいの方は後ろの方であれですよ、おじさんたちがうなずきながら聞いてくれてるっていうのが私のこの私が見てるとアリーナ席の様子ってそういう感じですけどね意外でした。意外ですよね。なんかねいつも女性からコメントもらうんでたくさんの女性が聞いてると思ってるんですけど、女性なんかほとんど聞いてないんですよ。だから別に女性に気兼ねして女性受けするようなことをやる必要ないんですけど、私どっちかというとね殿方たちにね壇蜜さん風に言うと殿方たちに向かって喋んなきゃいけないんですけどね、竹原ピストルさんのファンの人と同じそうですよね、おそらくね。だからそれがねすごい感じるから竹原ピストルさんから目が離せないっていうか、なんか同じファンの人が似てるなと思って、似てるかもしれないと思って、なんか勉強になるなと思って、まあ、思ってですね、経験を積んだ方がよく聞かれてんですね。そう経験を積んだ方何の経験なの、人生経験ってことですかね。うん、竹原ピストルさん存じ上げませんの。あ、そうですか。今日ツイッターでツイートした人いたんで、あと見てくださいよ、曲聴いてください。紅白にも出てましたよこの前。そうですね。でもなんかまあコメントくださる女性も結構傾向が似てるっていうか、まあね結構メールもいただくんですけども、いつも聞いてますって言って、まあその
こういうとこ、あ、オープンなとこにコメントする以外の方でね。だから、紅白も見たことない。そうですか。ちょっと今じゃあ貼っときますか。さっきツイートしたやつあるんで。まあ、後で聞いてみてください。ライブイン和歌山って曲は いい曲だ いい曲っていうか ああ、こういう曲が、なんかね、いい曲だなと思いましたね。と思いました。ちょっと私、まあね、私もその、まあ、ね、病気してる知り合いがいるんで、その人のことを思い出しちゃいましたけども。そんな感じですかね。まあ、後で聞いてみてください。まあ、結構聞いてる人たちも度肝抜かれた感じでしたけどね。じゃあ、あと今日は、あれですね。仮想通貨の話しますか。仮想通貨の話、みんな興味あんのかどうかわかんないですけど。話のネタも ね、ちょっと尽きてきたんで。まあ、なんか質問あればね、質問箱に入れといてくれれば、またその都度答えますんで。じゃあ読み上げていきますね。これ、日経新聞、今日の日経新聞に仮想通貨のこと書いたんですけども、結構ちょっと長くなりますけど、まあ説明しながらお話ししていきます。仮想通貨市場に冷や水、甘い管理放置、流出招く。仮想通貨取引所コインチェックからの巨額資金の不正流出が発覚して一夜明けた27日、多額の顧客資金を預かっていたのにもかかわらず、甘い管理を放置してきた経営責任が分かってきた。経営姿勢が分かってきた。消失した仮想通貨 NEM、 NEM で NEM っていうんですね、の普及に携わる NEM 財団がコインチェックとの協議を表明するなど、打開に向けた動きも出てきたが、顧客資産の返還には高いハードルがある。仮想通貨市場にも冷や水を浴びせられた格好だ。ということです。ネムっていうのがあるんですね。これ、どういうなのかっていうのは、これ説明が書いてあるんで、ちょっと読み上げていきますね。ネムとはどんな仮想通貨なのか。ニューエコノミームーブメント、新しい経済運動の略称だ。ニューエコノミームーブメントで NEM、ネムっていうんですね。金銭的な自由、分散化、平等などの原則に基づいて、新しい経済圏の創出を目指す仮想通貨のプロジェクトで、2015年3月末に公開された。日本ではコインチェックのほか、テックビューローとシータが扱っている。単位はゼム、XEM でゼム。総発行量は約90億ゼムで、約1600人の投資家に均等に配分された。新規発行という仕組みがないのがビットコインとの大きな違いだと。だから何ですかね、仮想通貨作ったんですね。90億ゼムっていうの。で、1ゼムが今100円らしいんですけども。だから90億ゼムだから、まあ現金にすりゃ、9000億円分ぐらい作ったってことですね。で、それを買いたいっていう投資家1600人に、まあ、分けたそうなんですよ。あ、気がつくのが遅くなりました。あ、ゆうきさん。こんばんは。いらっしゃい。ゆうきさん、いつもツイキャスやるときいらっしゃいって言ってますよね。なんかあれ、いいですね。いらっしゃいってね。なんか ハイボールのね、井川遥さんみたいじゃないですか。いらっしゃいって言ってね。僕が加瀬亮役で、ね、寺澤さんがピエール滝役みたいなね。勝手に思ってるんですけどね。まあ、それはどうでもいいですけども で、そのネムっていうのは、まあ、90億ネムを1600人の投資家に買ってもらったんですね。で、新規発行がないんで、90億ネムを、まあ、これがだから、現実の換金すると値段が上がっていくっていうことなんですよね、多分ね。で、新規発行はないんですね。で、ビットコインっていうのは新規発行、新たにビットコイン作ることはあるんですけども、まあ、ゼムっていうのはもう90億ゼム作っただけで終わりってことですね。で、コインチェックですね。コインチェックって出川さんがなんかやってましたよね。
兄さんなんとかだよ、コインチェックはなんとかだよとか言って、ずっと正月 YouTube の CM 流れてますけども。でコインチェックはどんな会社か、2012年創業のベンチャー企業で、和田こい、こう和田なんとか社長が27歳ですね、社長。開発業務を担当している。取引高ナンバーワンを歌い、取引口座が100万を超える最大手のビットフライヤーに次ぐ口座数を持つと言われる。あ、取引所なんですね、これ。取引所なのかな、コインチェックっていうのは。で、NEM のほか、ビットコイン やイーサリアムなど13通貨を扱う。だから、ビットコインのなんかその売買みたいなのを、売買なんか取り扱いをしてるんですね。取引所ってことですね、この。何ですか、そのコインチェックっていうのは。で、ビットコインは価格の乱高下が目立つ。NEM の動きはどんな値動きか。ビットコインの上昇の波に乗り遅れたと考える個人らの人気を集め、2017年の1年間で価格が270倍に膨らんだ。年明け以降はビットコインなどの価格急落につれて、つれやすしていたということですね。まあ、ビットコインが上がっちゃった後に、まあ、新しくその仮想通貨として出てきたと。まあ、後発の仮想通貨なんですね。だからまあ、安く買えたってことですね、おそらくね。で、1年間で270倍に広がったってことですね。だから、1全部100円だったのが、270倍だったら、いくらですか ?27 万ぐらいになるってことか。22万7千か。2万7千ぐらいになるってことか。すごいですね。まあ、そのぐらい、1年間で値上がりしたってことですね。だけど最近はそのビットコインが急に急落したんで一緒に下がってたと。で、流出騒動が発覚する前の25日の価格は1ゼム100円程度。1月4日につけた直近高で200円強に比べて半値に落ち込んでいた。26日は流出騒動と並行して価格も急落し、一時80円、1ゼム80円と2割下落した。時価総額は約8700億円に縮小し、仮想通貨ランキングで10位に落ちた。流出したNEMはどうなるのか。NEM の発展普及を目指すNEM財団という国際団体があり、流出したNEMを追跡するプログラムを現在作成している。流出したNEMが特定され、それを売買しないようにとの、要請を世界の取引所が受け入れれば、盗まれたNEMが事実上凍結される状況を作れる可能性はある。だがNEMは特定多数の人々の間で売買されており、実現できるかどうかは不透明だってことですね。まあ仮想通貨ってだからなんかデータになってるんですね、おそらくね。それがなんかね、あの不正アクセスされて流出し盗まれちゃったんですね、取引所から580億円分が、まあ、全部でだから9000億円分ぐらいあったうちの580億円分ぐらいが、まあ、そのコインチェックってとこから出てっちゃったってことですね。ということですね。まあ、大体わかりましたかね。まあ、わかんなかったら、まあ、何度も聞いていただければと思いますけれども。で、当社は原則としてコールドウォレットで全ての通貨を管理している。仮想通貨取引所を運営する、コインのなんとか社長は、自社で扱う仮想通貨の管理についてこう説明する。コールドウォレットとホットウォレットってあるんですね。コールドウォレットっていうのは紙や USB メモリーなどで機密鍵を管理し、ネットワークから分離しているため安全性が高い。まあだから金庫に入ってるような感じの仮想通貨があると。あの不正アクセスで取り出せないように鍵がかけてある仮想通貨とホットウォレット。ネットワークにつながってるためにサーバー攻撃を受けやすいってホットウォレットってあるんですね。で、今回盗まれちゃったのはホットウォレットってやつですね。鍵がかかってないやつが盗まれちゃったってことですね。で、記事に戻ります。コインチェックがNEMを流出させた原因の一つが、ネットワークに常に常時接続しているホットウォレットでの管理だった。ネットから隔離したコールドウォレットで管理していれば、不正アクセスを防げたが、技術的な難しさと人材不足から対応できてなかった。コインチェックの社長、ダン。コインチェックは別のシステム上の管理体制も怠っていた。仮想通貨は秘密鍵と呼ぶ暗証コードがあるが、これだけでは外部のハッキングで破られる恐れがある。
そのため取引所はマルチシグと呼ばれる仕組みを取り入れており、秘密鍵を複数に分割して別々に管理、ハッキングの難易度を高め、盗難の可能性を減らすようにしている。しかしコインチェックはネムでその仕組みを採用しなかった。だからすごいずさんな管理してるから不正アクセスして流出してっちゃったってことですね。本当は鍵かけてですね。で、コインチェックの不正流出は幅広い利用者に影響が出そうだ。証券会社や外国為替証拠金 FX 取引会社は預かり資産を分別管理した上で信託銀行の信託口座に移し、顧客資産は保全されている。さらに証券業界は資産返還に支障が生じる場合は保証する共同基金を準備するなどの安全網もある。まあ、証券会社とか FX っていうのは顧客の資金が盗まれないように、まあ、持ち合ってなんか保険、共同基金を作ってるってことですね。保険みたいなのも安全網を作ってるってことですね。で、一方、仮想通貨業界はそのような制度は未整備だ。保険がないってことですね。だからなくなっちゃえばそのまま帰らない可能性があると。でも、まあ、今回はなんだかコインチェックから430億円だが自分のとこで顧客に返すって言ってるそうなんですけども、ということです。コインチェックはなりすましによる不正送金など上限100万円まで保証するサービスを昨年発表していたが、現時点でそのサービスはスタートしていない。そもそも取引所から仮想通貨が不正に引き出されたケースについては保証の対象外としていた。流出したネムの行方も焦点だ。ネム財団のジェフ・マクドナルド副代表は27日、ネット動画上でコインチェックと協議し、他の取引所と連携しながら不正アクセスの解明に取り組むと表明した。 ただ取引履歴を運営者側で変更し、不正アクセスの前の状態に戻すハードフォークの実施については否定した。まあ、不正アクセス以前の状態に戻すっていうなんか設定もできるらしいんですね。だから時間巻き戻すみたいなこと、まあ、取引履歴巻き戻すってことですね。それはハードフォークっていうらしいんですけど、まあ、それはやんないって言ってるんですね。今回の不正流出は NEM の技術そのものの脆弱性が原因でない。このためハードフォークは世界の取引参加者の同意を得られにくいと見られている。今回の騒動は上昇軌道をたどってきた仮想通貨市場に冷や水を浴びせた。NEM の価格は流出騒動直後に約2割下落し、ビットコインやリップルなど他の仮想通貨もつれやすした。価格高騰を受けて昨年末にかけて仮想通貨取引に続々と参入してきた個人が不正流出に不安を抱き、市場から離れる可能性もある。影響はビットコインを使った商品やサービスの決済にもつながる。コインチェックは27日、ビットコインによる決済サービス、コインチェックペイメントについて、同日夕方から日本円の出金や新規の支払いの受付を停止すると発表した。リクルートライフスタイルはコインチェックと組んでメガネスーパーなどに決済サービスを提供してきたが、26日午後5時から自主的にビットコインの決済の対応をやめた。コインチェックのサービスを利用していた回転寿司酒場銀座沼津港は27日ビットコイン決済を一時中止すると、自主的に決定。決済した分が入金されるが不透明だと感じて中心して、反則につながっていたので残念と話す。今、ビットコインで決済できる店舗が結構増えてきたんですね。なんかビッグカメラとかも確かやってましたね。だから、まあコインチェックは、コインチェックっていうか、コインチェックと結んでメガネスーパーとか、回転寿司屋が、まあ、ネムとかそういう仮想通貨で代金払えるようにしてたけど、今停止してるってことですね。そんなことが起こってるってことですね。ということです。まあ、これが大体のなんか事件のあらましなんですけど、まあそんなこと知っとるわいって言われちゃえば 私が説明する必要もなかったんですけど、まあ皆さん知らないと思うんで一応説明しました。まあね、私仮想通貨でもこれからどんどん広まっていくとは思いますよ。こんな問題があっても、多分まあ結局こういう問題を乗り越えながらどんどん実用化されていく方向になってますよね、世界的に。
だって本当に規制するんだったら金融庁とか本気でやってますから、でもなんとなく、まあ、様子見だってことはもう、なんか世界の、まあそれはね、取引の規制とか中国とか韓国やってますけども、まあでも多分世界的な流れとすれば、なんか仮想通貨もなるべく入れていくっていう流れみたいに思いますけどね。まあ、だからそれで、なんか決済したり、していくってことですね。で、まあ、結局、何なのかと、仮想通貨って。だから、今まではね、通貨ってドルとか円とかユーロとか、まあ、国家が、ね、その担保してたってことですよね。でも、この仮想通貨っていうのは、だから、通貨自体が商品だってことですよね。通貨自体が商品であると。いうことですよ。だからまあなんかある種その貴金属に近いですよね。金とかパラジウムとかね、銅とか、それ自体の値動きがしてるお金みたいな。今まではせん、その国家単位で出してたものの通貨で、まあ、それで為替で、まあその相対的な価値が決まってたんですけども、まあ、通貨を作って、まあ、商品にもなるし通貨にもなるみたいな。それも仮想でやり取りできると。実際にそのお札とかとしてするわけじゃなくて、データとして、まあ、商品にもなり通貨にもなるっていうものを、まあ、これ流通させていくっていう、そういう技術が今開発されてるってことですね。まあ、そういうことだと思いますよ。じゃあ、これね、裏打ちがあるのかと。実物だったらね、実物資産だったら金とかね、プラチナとかね、その実物で、引き受けできるわけですけども、まあ、実物じゃないわけですね。金塊と株が合体したようなもんですね。株はでもその企業の価値が解散した時の価値ってありますからね。企業全部解散したら、一株いくらで戻す、全部の資産を株式で割るわけですよね。例えばまあ、まあ、株式会社新種族とかがあって、まあ総資産50万円だったとしますよ。で、10人株主がいたら、最終的にはその10人に、まあ、10人の持ってる、まあ同じ株1株ずつ10人持ってるとしたら、50を10であって1人5万円渡して、それ解散価値って言うんですよ。で、終わりなんですよ。株式会社って。まあ、出資してる有限責任ですから。まあ、そういうことですよね。だから一応ね、解散した時にいくらもらえるかっていう意味では、株って、まあ、最終的な価値が決まってるわけですね。まあ、金はでも取引所で値段が、まあ、金っていうのはでも交換できない限りは、ただの石ころと一緒ですから、それを現金に交換してくれるとか、まあ、なんか物と交換してくれるっていうことであれば交換価値ありますけども、ということですね。だからその仮想通貨ってデータですからね。データであって何にも実体がないわけですよ。金塊だったら手に持てるますよね。株だったら最終的にその解散価値っていう形で現金化できるわけですよ。だけど仮想通貨っていうのは何にもなんないんですよね。ということは、なんか期待値で動いてるってことですね。みんな、その、これだと、ゼムっていうのだと、90億ゼムを1600人で、もう投資家に均等に配分したと。で、この90億ゼムより多くは発行しないわけですよ。もう、あらかじめ金額が決まってると。だから、その1ゼムがいくらになるかって問題、まあ、現金に換えるならいくらになるかって問題があるだけで、その、絶対値が決まってるってことですね。発行した仮想通貨の。まあ前やってたバリューっていうのもそうですけどね。なんかヒカルさんとかいうのが売り抜けたとかいうね。だからその、決まったその人に何株ってなんか発行してですよ。勝手に売り買いして、全然実体のないものに値段がついていくってことを、仮想通貨っていうのをやってると。いうことですね。だから信用があれば回転寿司のお寿司屋さんでも使えるし、
なんかメガネスーパーでメガネ作るときに使えるけど、ただ信用が安定しないってことですね。裏打ちされてないから。一応ね、今ドルってなんで価値があるのかって、ドルってその石油決済はドルでやるってことになってるんだね今ね。だから原油と、まあ、ペグしてるっていうんですかね、一緒にリンクしてるってことですね今のドルの。それが基軸通貨になってると。石油を別のお金で決済するっていうと、今までそれはアメリカが全部潰してきたわけですね。だからドルじゃないといけないってことになってるんですよ、暗黙に。だから基軸通貨という世界中で通用する通貨だってことになってるんですけども、まあ今その何ですか、アメリカの覇権が終わってきてると、ドルも基軸通貨じゃなくなるんじゃないかってことはずっと言われてるんですね。でそうすると金の価格がずっと上がってるんですよ。で上がるかと思いきや上がってたんですよね。今5170円ぐらいですから、 1g 日本でも、一時4300円ぐらいだったのがね、上がってきてるんですね。まあそれはでも2000年代、1900年代、1990年代だったら 1g800 円ぐらいだったんですよ。それがもう、今5000円ぐらい、5、6倍になってるわけですよ。そういうことなんですか、ドル。そうなんですよ。ドルっていうのは原油の決済はドルでしかできないってことですね今は。まあ今別の中国が元でやろうとしたりしてますけど、まあなんかだんだん変わってきたんですよ結局。でそのサウジアラビアがなんかとかアメリカとかなんで仲がいいのかっていうと、そういうことやってるからですよ世界中で。でイランは自分のとこの石油ジャブジャブ出るわけですよ。でアメリカと仲悪いわけですね。それは自分のところに出た石油を別にドルで決済しないで勝手に売り払おうとしてるから、すごいアメリカからずっと敵視されてるってことですね。だからまあイランの戦争ですよ。ああいうのも結局その原油を勝手にドル以外の決済で売ろうとするね、フセインとかそういうことを多分やろうとしたんだと思いますよ。まあそれが直接の戦争の理由ではないかもしれないですけども、まあ実際のところはその原油ってものがアメリカのドルでしか決済しちゃいけないってことに歯向かう人はみんな叩き潰されてきたという歴史があるんですねこれね、世界中。なんでアメリカがロシアをすごい敵視してるのかっていうと、ロシアってすごい天然資源あるわけですよ。アトリオナの家とかで見ましたよね。なんかデータンピートってやつがもう山の中からジャブジャブ出てるわけですよ。でマトリオナが山に行くわけじゃないですか、拾いに燃料。みんな女の人たちが取っちゃいけないんですけど、国営の、まあ、その、まあ、石炭とかピートってデータンとかは勝手に入って取っちゃいけないんですけど、取って火たかないと投資しちゃうからですよ。だから秋になるとみんなで女の人たちが夜中だかなんか隠れていって山ほど積んできて家に隠してましたよね。でそれを焚いて数学者の人とかがなんか何ですか暖を取ってたって書いてありますね。だからすごい天然資源がたくさんあるわけですよロシアって。だけどそれを売られたらこう価格壊れちゃうじゃないですかね。でイランとかもそうなんですよ。いっぱいジャブジャブ原油出てるんですけども、でもそれを売られちゃうと、勝手に売られちゃうと相場が下がるし、だからもう絶対その原油っていうものの相場を下げないように、今までアメリカっていうのは管理してた。だから中東とかの問題で、まあイスラエルの問題もありますけど、まあ石油の価格の問題は大きいですね。そのイスラエルじゃないな、その中東の政治にいろいろアメリカが口出すというのはですよ。でさらにまあイランとかと敵対してるのはね、そういうことらしいですよ。それでロシアとも対立してるのもそうだと。でなんかシェールガス革命だって言ってて、全然シェールガスなんか出てるって話も聞かないんですけども、何かしらそのエネルギー利権っていうのをずっとまあ抱えてるわけですね。まあ、だって日本に原発作らせてるのだってアメリカですからね。別にロシアから天然ガスパイプラインで引いてくれば原発なんか多分いらないんだと思うんですけども、まあ、そういうことやるとだから結局戦後体制が壊れるから、
なるべくやらせないようにずっとだからロシアとかに嫌がらせしてんですよ。まあ、今回ロシアのピョンチャンオリンピックってロシア出らんないんですよ、今なんか半分ぐらいの選手。ね、でなんかその IOC がなんかこの選手とこの選手とこの選手出さないとか言って勝手に一方的に言ってきて、でその一応選手は出れるか出れないか分かんないけど、ピョンチャンオリンピックには行くらしいんですね。で行く時もでも出るか出れないか分かんない選手は国旗のついたジャージとか着るなって言われて、今ロシアの選手は国旗のついてないジャージ作ってですよ、出れるか出れないかでも一応行くっていう選手はなんかその2つの荷物持ってってるんですよ。国旗が入ってるジャージ一式と入ってないジャージ一式2つ持って現地入りしようとしてんですって。これ国際ニュースでやってましたよ、おとといかなんか。ですごい制裁受けてるんですね。なんかウクライナ問題からずっと制裁受けてて、でなんか結局ほらシャラポワ、テニスのシャラポワとかもなんか薬物、禁止薬物使ってたって言って2年ぐらい出れなかったんですけど、まあずっと嫌がらせっていうか、まあ政治問題ですよね。政治問題がそのオリンピックでもそのなんか出場する、まあドーピングに引っかかったって言うんですけど、みんなそんな薬物なんか多分やってんだと思うんですけども、ロシアだけ目の敵にされて、選手出さないって言って今やられちゃってですね。まあそれもまあ結局はね、その何が根本的な問題にあるのかまあ分かんないですけど、おそらくエネルギー問題とかそういうなんか国際上のバランスがあるんだと思いますよ、おそらく。そういうのあんまり日本で報道してないですけどね。まあ、BS のなんかニュースとか見るとずっとやってますよ、ロシアの国営放送が。その話ばっかりしてますけどね。まあだから仮想通貨っていうのは、だからその何て言うんだろう、アメリカがその基軸通貨のドルをやめていく上で、なんかこう新たな役割で、まあね、あんまり金が暴騰してもまずいっていうので出てんじゃないかって話もありますけどね。私はちょっとよく分かんないですけども、まあいろいろ国際的な問題があって、こんなもん明らかに詐欺で金融庁が取り締まればいいじゃないかってこれみんな思うじゃないですか。でこんなもん買ってるやつもバカだし、取り締まらない金融庁も何やってんだって、まあ傍から見てら思うんですけども、まあ、どうやらそのなんか深い政治的ないろいろがあって使われてるもんなんで、なくなりゃしないですよ。規制してやめるってことはないと思いますけども。まあどこが主導権取って仮想通貨運営していくかっていうとこの問題なんじゃないですかね。まあそんな話だと思いますけどね。そのなんかその政治的な駆け引きはよくわかんないんですけどね。まあなんかわかればね 説明したいと思いますけども。まあアメリカに対する嫌がらせとして仮想通貨があるのか、それともアメリカが自発的に出してる、まあ、情報で言えばね、アメリカが出してるスピンなのか、それとも他のね、ロシアとか中国が出してるスピンなのか、それは分かんないですね。まあ今のところアメリカが出してるスピンなんだと思いますけどね。なんかこう、世界中の通貨とかを牽制するために、まあその金取引とかですよ。まあ、ある種自分のところのドルでが弱まってきちゃったと。コントロール効かない部分を、まあ、仮想通貨っていうものを入れて、まあ、そこに投資資金集めていくってことで、なんか新たなその自分たちで管理できる何かを手にしようとしてるのか、まあそれか一部の人たちがやってるのか、まあよくわかんないんですけども、まあ、その政治的な背景はまあよくわかんないです。また分かったら説明しますけど。ということでした。じゃあ今日はまあこんなとこですかね。まあ明日もやりますんで、明日はまたなんか小室直樹さんの本でも読みながら日本の政治のことでも話そうかなと思います。じゃあ皆さん聞いていただいてありがとうございました。じゃあまた明日、今日は最後までありがとうございました。おやすみなさい。